も皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、中途半端な長さに困ったらこれ、ボブのハーフアップアレンジをご紹介します。伸びきってしまったね、ボブって。皆さん何とかしたくありませんか？今回はハーフアップの感じで、しかもあんまり人と被らないヘアアレンジをご紹介します。用意するものはブラシと、あとオイルでゴム2本、これだけで大丈夫です。では早速やっていきましょう。まずブラシで髪の毛を溶かしていきます。しっかりね、この時にもつれが臭くなるぐらいまで溶かしてください。次にヘアオイルをつけていきます。大体2プッシュぐらいで、毛先を中心にしっかりとつけていきます。結構ね、この中の部分とかもね、毛残しがちなので、しっかりとめくって髪の毛がまとまるぐらいの感じでつけてみてください。で、次に髪の毛を3等分に分けます。だいたい耳後ろサイドと、こんな感じでサイドとバックのこの3等分で分けます。で、まずこちらサイドの髪の毛を後ろに溶かして、こっちに持ってきます。次にこの後ろの髪の毛、バックのこの髪の毛ですね、を大体まあ3センチ幅ぐらいで取って、2つの両方ちょっとね、左側こっち寄りでまとめます。で、この部分でゴムで結んでいきます。で、この時に下の髪の毛が結構一緒にね、絡まりやすかったりもするので、ちょっと気をつけながら、手で下の髪の毛を押さえながらゴムで結んでいくと絡まりづらいです。で、結んだらまたね、下の髪の毛ちょっと押さえながらこうくるりんぱしていきます。で、ギュッと絞って少しね、しっかり固くなるようにしていきます。次に反対側のサイドの髪の毛も同様にしっかりとね、溶かして後ろに持ってきます。で、バックのね、一番端っこの部分ですね、だいたい3センチ幅ぐらい持って、少しね、こっち側寄りでまとめて、またゴムで結んでいきます。で、下の髪の毛がね、一緒に絡んでこないように押さえながら結んでいきます。で、また同様にくるりんぱをしていきます。で、くるりんぱする時もね、髪の毛ちょっと絡まないように気をつけながらやっていきます。で、この表面に出てきているくるりんぱの部分ね、ちょっとこうゴムが見えてたりするので、少しだけね、広げていきます。で、表面のね、このねじったところに2箇所ぐらいちょっと広げて、ゴムを少し隠します。でね、ここがちょっとペチャンとしてると思うので、この部分ね、押さえながら、この後ろの部分ですね、あんまりサイドの部分出さなくてもいいかなと思うので、後ろの部分の髪の毛を少しだけ丸みを持たせるように広げていきます。結構ね、この後ろの部分に関してはね、髪の毛を結んでる状態ではないので、ちょっとね、こう引き出していけば簡単にボリュームが出ますので、ただね、出しすぎには注意してください。下ろしてる毛先の部分を少しね、こうつまんで、オイルがついてるので毛束感を出してバランスを整えていけば、こんな感じで完成です。こんな感じでやってみました。ポイントとしてはね、もうサイドの部分と後ろの部分を後ろに持ってきてくるりんぱする、もうこれだけなんですね。気をつけてほしいポイントだけは、何回もね、動画の最中でも言わせていただいたんですけど、下のね、この後ろの髪の毛を絡ませない、それだけを意識してやってみてください。結構ね、絡ましてやってしまうと髪がぐちゃぐちゃになってしまったりとかね、なんかこうパサついて見えたりもするので、しっかりと押さえながらやるのがいいと思います。どうしてもね、自分でやるときって難しかったりもするので、こんな感じでね、後ろの、髪の毛をダッカールで留めてやるのも一つの手になります。なので
ぜひね、こちらもご参考にやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような、動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。